こんにちは。今回は歩くときに腰が引けてくの字になって歩いてしまう、この状態が続くとすごく疲れやすいですし、長い距離歩けない、なんとかしたい、このようなお悩みについての動画になります。最後まで見ていただいて役に立ったなという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。特にチャンネル登録していただいて、その後に出てくるベルのマークオンにしていただくと、このようなリハビリの動画やライブ配信するときに通知が行くようになります。これからのリハビリ動画見逃したくないよという方はぜひチャンネル登録などの通知オンもよろしくお願いします。この動画では右の足を麻痺側としてご説明します。さて、今回のこの腰が引けて歩いてしまう、やはりこれが続くとですね、バランスすごく悪い歩き方なので疲れやすいですし、足腰の痛みにつながる可能性が非常に高いです。そうなると今までよりも外歩くのすごく嫌になっちゃうんですね。じゃあどうすればいいのか考えていきましょう。まず今現在この症状に対してどんなリハビリしてますか？もしかしたらお尻の筋肉が弱いから腰が後ろに引けちゃうんですよ、こんな説明を受けていて、リハビリ方法としてこのように仰向けに寝た状態でお尻上げ、こういう練習を頑張っているという方も多いのではないかと思います。ですがもしこういった練習を続けてもなかなか良くならない、一向に腰が後ろに引けるのが改善しないな、そういう方はやり方を見直す必要があります。じゃあどこに意識を向けたらいいのか、お尻じゃなくて麻痺側の足の裏、この足の裏に注意を向けてみてください。例えばこの立った姿勢で麻痺側の足を一歩前に出して体重を乗せています。この時に足の裏のどこに体重乗ってますか？理想は足の裏全体です。いい方の足だったら足の裏全体に体重乗ってるんですね。だから安定してるんです。ですが麻痺側の足の裏というのはもしかしたらつま先に多く乗ってる、かかとに多く乗ってる、あるいは小指の方に体重が多く乗ってしまっている、このような偏りがある可能性があります。そうなると麻痺側の足に十分に体重を支えることができないので、バランスが悪くなってしまって腰が引けてしまうんです。なのでお尻だけが問題なのではなくて、そもそも足の裏に広く体重がちゃんと乗ってますかと、こういうところを意識を向けてください。なので練習するときはいきなりこの前後の体重移動とか歩きの中じゃなくていいです。例えばこの立った姿勢ですね。この立った姿勢で左右に体重移動して、この時にまず広く足の裏、体重乗るかなを確認してもらう。あるいはこの椅子ですね。椅子に座った姿勢、ここから立ち上がる時にそもそも足の裏広く乗ってるのか、両方の足に広く乗って立てているのか、ここから見直してみてください。なぜかというと歩く時にこの体重移動の時に足の裏広く乗ってないっていう方は、そもそもこの立った時あるいは立ち上がる段階でもうすでに広く乗ってない可能性があります。もしそうだったら歩く練習の前にこの立ち上がる時から広く乗せるっていうのをまずやらないといけない。ここができてから歩きですね。はい。なのでね、皆さんぜひ歩く時に足の裏が広く乗らないなっていう方はですね、そもそも立ち上がりの時に広く乗ってるのか、ここを絶対チェックしてください。はい。でもしこれでうまく乗ってなかったら、ちゃんと足の広く乗るかなっていうのをね、この前かがみ座り方の練習からやり直していくことをおすすめします。はい。まず今回はですね、この歩き方、腰が引けてしまうっていうのはお尻の原因じゃなくて足の裏もしっかり確認してくださいねというのと、この足の裏を広く確認感じるようになるためには立ち座りからしっかり練習やり直しましょうねっていうのをお話ししていきました。はい。このようにしてね、またぜひ、やって、試していただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、最後までご覧いただきありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？もっと楽に動けるようになりたい。でも YouTube だと次にどんな動画を見たらいいかわからない。そんなあなたのために一人エリアを開発しました。特許取得のオンラインのリハビリシステムで、あなたの体に合ったリハビリメニューが迷わず次々わかります。目標に向かってどんどん前進していきたい方は、ぜひ一人でリハを見てみてくださいね。概要欄からもご覧いただけます。